コルト・ブローニング M1895 銃機関銃は、1890年から1891年にアメリカで開発された銃機関銃である。銃技師であるジョン・ M ・ブローニングにより開発された。ブローニングが、実弾発射機構にレバーアクション式のライフル銃、ウィンチェスター M1873 の銃口から出る、燃焼ガスをヒントに、ブローニングが開発したガス圧利用式、ガス。 オペレーテッドを採用し、1890年から1891年の間に開発から設計が進められ、1895年にアメリカ海軍にて、コルト・ブローニング M1895 重機関銃として採用された機関銃である。生産はブローニングから製造権を買い取ったコルト社で量産が開始され、使用弾薬も試作は44から40。 45から70口径から口径6ルリーに変更された。アメリカ軍での実戦初参加としては1898年に起こった米西戦争であるとされ、アメリカ兵士からポテトディガーというあだ名をつけられた。その後コルト社では量産された M1895 の口径を変更したものが外国に輸出され、購入国としては、 イタリア、ロシア、ベルギー、フランスなど多くの国々に輸出され、各国で起こった紛争などで M1895 は使用されている。この重機関銃の登場により、それまでアメリカ軍内で利用されてきた手回し式、ガトリング砲は完全に時代遅れとなった。最大の欠点として、重心の冷却機構がなく、1000発程度の発射で重心が灼熱し、熱が 弾丸の火薬を自動発火させて制御ができなくなる可能性があった。冷却機構がなかった理由は、それまでに自動射撃ができる火器が存在しなかったことから、プローニングが連続射撃による重心の加熱を予想していなかったことともされる。そのため、その後マキシム製の水冷銃機関銃が販売されるようになると、アメリカ軍では M1895 は、 順次取り替えられた。ブローニングは、本銃の失敗経験をもとに、その後水冷式の冷却装置を装備した、ブローニング m 1 9 1 7へ機関銃の開発に成功している。日本陸軍は1921年のシベリア出兵時に、ロシア軍がアメリカから輸入し運用していた、ロシア軍の弾薬規格である 7.62X54 メートル MR。 ラシアン男子用の M1895 を大量に露獲し、1914年式露国機関銃の名称で自軍の純正式装備としている。ウィキメディアコモンズには、コルトブローニング M1895 0機関銃に関するメディアがあります。ありがとうございます。